さやかさんのところに入ることによって、私メルマガちゃんと書けるようになったんですね。そこがすごい大きかったです。メルマガの重要性とか、文字で発信することの重要性、何か自分がイベントしますよっていうと、リスポンスがある。本当にそこから来てくれるっていうことを体験できたっていうことが、すごく大きかったです。皆さん、こんにちは。英語企業塾主催の竹地さやかです。今日は、英語企業塾で学んでいただいた、英語コーチの方、体験談、ご感想をいただきたいと思います。今日は、エグゼクティブ英語コーチのミルナ優子さんにお話をお伺いしたいと思います。優子さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。優子さん、もう簡単でいいので、自己紹介をお願いできますか？英語エグゼクティブコーチ、ミルナ優子と申します。主人がイギリス人で、ミルナ優子っていうのは本名なんですね。エグゼクティブ英語コーチをやらせていただく前は、23年間外資系企業でお仕事をしていました。実は私、高校時代すっごい黒歴史で、どれぐらいできなかったかっていうと、鉛筆転がしとか そんなぐらいに ダメでした。でもそんな私が人生変えたいと、海外に出ていきたいっていうのがあって、一念発起して大人になってやり直して、6ヶ月で英語が話せるようになり、現在に至るっていう感じです。ありがとうございます。もともと持っていた悩み、塾に入る前のビジネスの状態を教えていただいてもいいですか？どうやってお客様にお目にかかるかとか、見つけていただくのかっていうのがずっと課題だったんですね。それで私が一生懸命やってたことっていうのは、コミュニティに属するとか、あとは異業種交流会に行くとか、コロナ禍だったので、リアルっていうのがもう全然ダメだった時代でしたから、 SNS で大きなイベントとかフェスとか、そういうところに出るっていうことを一生懸命頑張ってやってたんです。それでさやかさんにお目にかかった時って、初めて大きなフェスっていうのに出させていただいた後だったんですけど、その後不安いっぱいだったんですね。なぜかというと、そこに出れたのはすごく嬉しかったんですけど、結局こういうところに呼んでもらえなければ、私って集客できないのかなとか、お客様にお目にかかることができないのかなとか、自分自身のブランド力というか、英語コーチさんもすごくたくさん優秀な方がどんどん出てきてらっしゃったから、自分の立ち位置をどうしていいのか、あといろんなお客様のタイプに合っていくので、どういうふうにお客様を伸ばしていったらいいのか、この3つぐらいが自分の今後の改善点、進化点としてあるなっていうのを感じていた時でした。ありがとうございます。そういった状況からなんか塾に入ろうと思ったきっかけって何かありますか？ある方が私のことをどこかで見つけて、竹地さやかさんっていう方が3日間の講座をやるはずだから、そこに行ってみればいいんじゃないって、そうするとゆうこさんの今の課題が改善するような気がするよって言ってくださった。で、その方を見てみると、さやかさんのところの塾で成果を出された方の一人だったんですね。それがきっかけでした。それを見て、この先輩も私と同じようにお悩みがあって、改善されたんだなと思ったことと、同じ悩みを持ってた方が皆さん改善してたっていう、それで、無料講座もあるし、ぜひ行ってみよう、それがきっかけになりました。そうやって塾に入っていただいて学んだこととか気がついたことみたいなのってありますか？メルマガの大切さっていうのは、どこの企業塾さん行っても皆さんおっしゃるんですよね。ただそのメルマガをやっていくっていうことへのすごいブロックがあったんですよ、私。まず書くのが苦手だっていうのがあったのと、何書いていいのかわからないっていうのと、あとは信じられなかったんですね。メルマガ取るんだけど、ちゃんと継続して読むっていうことをできてなかったんですよね。そして心に響いたことがあんまりなくて、信じれなかったっていうのが実はありました。一番最初にさやかさんと話をさせていただいた時に、コンセプトの話が出てきたんですよね。コンセプトと仕組みか。コンセプトを整理する時も、さやかさんってこの見える化をきっちりしてくださったんですよね。マインドマップを書きながら、私のこのごちゃごちゃになってる 頭の中をきれいに整理してくださって、ここに課題がありますねっていうことと、あと優子さんの一番の課題は仕組み化ができてないっていうふうにおっしゃってくださったことで、その仕組み化が何だったかっていうと、メルマガをちゃんと作って、メルマガだけじゃなくて、コンセプトを文字じゃなくてちゃんと動画にするとか、そういったようなことをちゃんとやるのが一番の近道ですよっていうふうに言っていただいて、そこにすごい納得感があったんですよ。あとさやかさんのところに入ることによって、私メルマガちゃんと書けるようになったんですね。そこがすごい大きかったです。メルマガの重要性とか、文字で発信することの重要性、そして自分がそれができるようになって、でそれで今開封率が常に50から60ぐらいにあるっていうことが、ちゃんと読んでくれてる人がいて、そこから発信するとリスポンスがある。何か自分がイベントしますよっていうと、本当にそこから来てくれるっていうことを体験できたっていうことがすごく大きかったです。ゆうこさんのメルマガ本当面白い、ありがとうござい勉強になるし、ありがとうございます。
そこから何か具体的な受講してからの変化ってありますか？動けなかったところが動けたっていうことと、何やっとかなきゃいけないのかっていうのがはっきりしたことと、イベント好きなところがあるんですね。でもつまずくんですよ。これでいいのかなとか。その時にさやかさんにご相談することができて、その結果前に進めてるっていうのがすごくありがたいです。続けていくとメンタル的にもこうグッと落ちることってやっぱりあるんですね。その時にいつも引き上げていただける。長くやっていく上でありがたいなっていうか、助けていただいてます。落ち込みすぎなくなったっていうんですか、ちゃんと帰ってこれるっていうところ。これって多分起業してね、長くやってらっしゃる方って、引き上げてくれる方がいるっていうのがすごく大事だっていうのを、うんうんと思っていただけるんじゃないかなと思うんですけど、ここがすごい大きいです。本当に長く続けていくのに、マインドとか気持ちの、ね、安定ってもう本当に必要なので、そこの部分でね、どうやって続けていこうかなって悩んでる先生方も多いかなって思うんですけど、そういう英語の先生スキルがある方とか、もう自分でビジネスやりたいなって方に何か一言あったらお願いします。一人でやるんじゃなくて、誰か自分が信頼できるメンターみたいな方をついていただくっていうのはすごい重要ですよって思うんですね。私はさやかさんがビジネスをやっていく上でのメンターであったりもするんですね。で、それはなぜかというと、さやかさん英語のビジネスやってくださってるから、英語に特化してくださってるから、もちろんメンタルの部分とか考え方の部分とか、そういうところで素晴らしい先生方もいらっしゃるのは事実なんですけど、自分のビジネスのことが分かってる方にお話ができる、信頼できる上司がいるっていうんですか、会社の中で言うと。会社の中でも自分がつまずいた時に上司からのアドバイスってすごく重要であったり、この人に聞いたら大丈夫って安心感あると思うんですね。それがピンで立ち始めると、しかも同じ業種でっていうのはなかなか持てないんですけど、それが私にとってはさやかさんなんですね。だから見ていたらっしゃる方で、特に英語関係でビジネスをやってる方っていうのは、さやかさんにご相談するといろんな角度から、そして親身になってくれる、特に英語のビジネスに関して相談する方がいなくて困ってるっていう方には、さやかさんのところに来てほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ゆうこさんのところで学んだ生徒さんの変化も本当にすごくて、それもゆうこさんがもともと英語が苦手で上達させてきた、しかも帰国子女とかもともと英語が得意だったわけじゃないってところからのメソッドがすごく説得力があって、私も共感できるところたくさんあるので、そこのゆうこさんのサービスの案内をしていただけたらと思うんですけど、ゆうこさんのところで学んでいただいてる方で、なんかこういう変化があったっていう事例とか言っていただいてもいいですか、とかどういう方に来てほしいとか。もともとダメだったんだけど、すごく英語がやりたいって思ってらっしゃる方っていうのが結構私のところには来てくださってるんですね。あとはいろいろ手を出して頑張ってるんだけど継続できないとか、どこからやっていいかもう分かんなくなっちゃったとか、あと自信が持てないとかね、年齢の高い方も多いです。60代の方も結構いらっしゃってて、それでも成果出してくださってる。事例を挙げさせていただくと、60代の方が立て続けにいらっしゃって、これから経営者として海外の事業を始めなきゃいけないからっていうような方であったりとか、大学の講師さんなんですけれども、自分は教えてるんだけど自分のこの喋るということに対して自信が持てないからっていうような方であったりだとか、あとは経営者の方で海外に自分の事業所があるんだけど、社長たるものを自分の言葉で通訳使わないで喋りたいっていう、こういう方々が最近立て続けに来ていただいてて、成果が出た事例なんですけれども、私の事業は継続ができる、要は再現性、見るのは優子さんがやったからできたでしょじゃなくて、誰がやってもできるっていうところにすごいこだわりがあるというのと、英語を話すための日本語力、言ってみると言い換え力、そこができるかできないかでものすごく大きな差が出てくる。再現性っていう意味では四字熟語とか、四字熟語って英語にすぐできればいいんですけど、できないものもありますよね。その四字熟語なんて全部覚えてないから。だけどその四字熟語の意味さえ分かってれば説明すればいいんだとかね、皆さんそれを分かるとハードルが下がりましたっていう方がほとんどなんですよ。そのハードルの下がり具合って何かっていうと、中学1年生ぐらいのレベルで中1中2で結構英語って話せるんだなっていうことが分かる。60代の方々っていうのもそれでいいんですねっていうことで開眼されたりとか、あとは毎日英語を口にすることを課題にしてるんですけれども、課題にしてるっていうのは結局自分ごとにするっていうのを大事にしてるから、自分の英語のストーリーとかそれぞれありますよね、喋りたいことって。だけどいざとなったら出てこないわけですよね、日頃からやっとかないと。だからそういうのを日頃からちゃんと課題として言えるような音声日記みたいなことを毎日続けるっていうことを大事にしても、だから再現性がある。皆さん卒業すると自分のストーリーっていうのをちゃんと10個ぐらい持ってやっていけるので、いざという時に出てくるっていう感じにはなってます。ありがとうございます。ゆうこさんのエネルギッシュさはすごい感じられてると思うので、それでもう頑張ろう、ゆうこさんについていこうっていう感じをね、引っ張ってください。
ださる先生だと私も思ってるので、そういう方はねモチベーション上げてやってみたい、英語学習のハードル下げたいって方もだし、仕事で活躍したいっていう方もぜひゆうこさんに頼っていただきたいですし、ゆうこさんのメルマガを YouTube の概要欄にも貼ってますので、ゆうこさん結構イベントでね登壇したされたりセミナーをしたりしてるので、メルマガの方でねチェックされて情報を受け取っていただけたらと思います。ゆうこさん今日は貴重な体験談ありがとうございます。皆さんも最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。